昨日はねちょっとお休みしちゃったんですけど、今日はもう元気になりました。ご心配してくださって本当ありがとうございます。優しい皆さんしかいないっていうのをすごく本当に痛感してました。もう元気です。病院にも行って、そのもう一昨日昨日休んで、一昨日の朝に気分が悪くなって吐き気がして、ずっとその状態だったんですけど、でも練習があったんで、一応吐き気止めを飲んで、そしたら収まったんですよ。あ、大丈夫だわと思って練習行ったんですけど、途中でマジで気持ち悪くなって、あ、これは無理だってなって、ちょっと早退してそのまま病院に行ってってなって行ったんですけど、まあ分からずなんとかですみたいなのは分かんなかったですけど、私が心当たりあるなと思うのは、まあ食中毒だと思うんですけど、牡蠣かなと思ったんですよ。牡蠣に当たったんじゃないかなって思ったんですけど、まあ特に何々とは言われずまだなんか症状が出てないみたいな、その出てない状態みたいな、一応血液検査してもらって、でも炎症はまだどこも出てないみたいな感じで出てて、でも白血球の量は多いから多分菌は入ってるんだと思うみたいな感じで言われて、もしかしたらこの後もうちょっとなんか症状が出るかもしれない、熱とかもしかしたら出るかもしれないみたいな感じで言われて、わかりました。でもその病院でとりあえず点滴、もう私水も飲めなくて、もう吐き気がすごすぎて、だからなんかまあ多分点滴されてたと思うんですけど、点滴を受けさせてもらうってなって点滴を受けたんですけど、もうね本当に点滴打ってる時が一番お腹痛くて、もう本当に穴開くんじゃないかっていうぐらいで、めっちゃなんか痛くてお腹が気持ち悪いし、すいませんもう無理です、だって本当お腹痛いんですけどって言ったら、あ、サブ何入ってるけんもう大丈夫よみたいな感じで言ってくださって、そのままトイレ行ってみたいな感じでした。で外出て、そしたら教えて言ってもらって、わかりましたってお薬もらって、でも幸いそこまでひどくなることなく、早めにお薬ももらえてたんでよかったと思って、牡蠣かな、私は牡蠣かなと思って、まあ最初にそのどうされたんですかって言われた時に、牡蠣昨日牡蠣食べたんですよみたいな感じで言って、あ、そっかみたいな、なんかでもその先生は、牡蠣はね普通は2日ぐらいで症状が出たりするんだけどね、なんじゃろうねみたいな感じで言われて、なんだろうじゃあってなったよ。牡蠣ぐらいしか思えたら不思議なさすぎて、はい
そんな、おとといお過ごし、その友達も遊びに来てたんで、でその日はスケート行こうねみたいな話をしてたんですよ。まあ行けずそう、お友達がずっともう私のそばにいてくれたっていう、もう私はもうちょっと帰ってきてご飯食べてお布団でもう寝ちゃってて、ずっと寝てました。うん、そしたらね、こうやって早く元気になってねってやってくれてありがとうってまさかこんなになると思わなかったからさ、マジで、うん、優しかった。元気になりました、ありがとう。皆さん本当にありがとうございました。